お尻がこうやって椅子についてるでしょ。ここからね、自分がおーもーって声出したら、おーって自分の声の柱がね、声の煙突が自分の中にできると思って、はい、おーって、ここからなんか、ここの方からおーって、ここからなんか、おーってこの曲になってきた、おーって、ね、さあ、はい、
なんかすごく力強い芝居ということで、荒本っていう言い方をするんですけど、やっとこうとっちゃうんとこなってやって昼寝をするんだよね。別にさ、お昼寝するときにそんな声出さなくてもいいじゃない。ねえ、だけど